豚バラ軟骨炊飯器塩煮込みを作っていきます。豚バラ軟骨炊飯器塩煮込みを作っていきます。予定では3日未満煮る予定です。予定では3日未満煮る予定です。炊飯器で3日未満煮て豚バラ軟骨の塩煮込みを作ります。豚バラ軟骨塩煮込み完成しました。豚バラ軟骨塩煮込み完成しました。三日三晩煮ましたので、醤油煮込みと比べてどうなってるか、感想を言いたいと思います。醤油煮込みと比べてどうなってるか。どの炊飯器でどの味付けすると。